皆さんこんにちはワールドビジョンサマースクールへようこそご参加くださりありがとうございますワールドビジョンサマースクールは世界に目を向け子どもたちを取り巻く様々な問題を知り問題解決のためにできることを考える小学生向けプログラムです今日は4年生から6年生の皆さん 120名の方が参加してくださっています。ありがとうございます。このサマースクールに参加して、皆さんにグローバルキッズになってほしいなと思っています。グローバルキッズは世界の友達を大切にし、お互いに助け合い行動します。サマースクールに参加する前と参加した後を比べてみて、 皆さんが少しずつグローバルキッズに変わっていっていることを願っています。では、今日どんなことを学ぶかというと、テーマは新型コロナウイルスと世界の子どもたちについてです。このサマースクールでは新型コロナウイルスという言葉が何回も出てきますので、正式には新型コロナウイルスですが、ここでは短くコロナウイルスと呼ぶことがあります。 では、このサマースクールを進めていくスタッフを紹介します。今お話をしています。私は、ワールドビジョンジャパンの松本洋子といいます。ワールドビジョンのスタッフは今日他に6人います。ワールドビジョンは世界約100カ国で子どもたちのために活動する国際 NGO です。開発援助、緊急人道支援、アドボカシーを行っています。 そして、このサマースクールは、ワールドビジョンジャパンだけではなく、塩野義製薬株式会社の皆さんも一緒に進めていきます。塩野義製薬さんは、新しいお薬を作ったり、研究をしたり、病気を防ぐために大切なことを皆さんに伝える会社です。今日お話をしてくれるのは、笠松さん、塩口さんのお二人です。では、 ワールドビジョンジャパンと塩野木製薬さんが一緒に進めていきますので、皆さん、どうぞよろしくお願いします。こちらが今日のプログラムです。まず1つ目にコロナウイルスについてクイズで紹介します。2つ目にコロナウイルスの影響を受ける中で、共に同じ今を生きる世界の子どもたちのことを紹介します。 そして3つ目は塩野義製薬さんから正しい手洗いを説明してもらいます。皆さん、毎日の手洗い、ちゃんとできてるよって思うかもしれませんが、大切なポイントがあるそうですよ。ぜひ、ポイントをつかんで、毎日の手洗いをもう一度見直してみてくださいね。そして4つ目は、皆さんと一緒にポスターを作る活動について紹介します。 5つ目の振り返りは、サマースクールを振り返るアンケートの時間です。ここでサマースクールはおしまいになりますが、最後の質問コーナーを用意しています。こちらは自由参加ですので、参加したい人だけ、そのままズームに残って参加してもらいたいと思います。では、サマースクールに楽しく参加してもらうために、皆さんへお願いがあります。マイクをミュートに設定してください。参加している皆さんが集中できるようにご協力お願いします。 発表するときにはミュートを解除してください。またチャットへの書き込みはこのような絵文字ではなく文章でお願いします。カメラはオンにしてください。スタッフが写真を撮影し、ホームページや Facebook などに使うことがあります。名前と学年を表示してください。 例に書いてあるように名前をひらがなで表記し学年を書いてください。ニックネームでも OK です。発表してくださる方のお名前こちらでお呼びしますので、ひらがなで書いておいてください。2名で参加の場合は、養子へ4年、四法5年のように2人分を並べて書いてください。また<っ>、ワールドビジョンから届いた資料を使いますので、すぐに見られるように準備をしておいてください。 教具や色ペンなどもお願いしますそしてサマースクール参加中も水分補給しっかりしましょういつでも飲めるように飲み物近くに置いておいてくださいトイレも自由に行っていただけます今日に、ね、突然暑くなったり雨降ったりと地域によって違うかもしれませんが、えー、日中症などに気をつけてみんなに楽しく参加してもらいたいと思いますそれではクイズ新型コロナウイルスの嘘本当を始めます クイズは全部で5問あります。皆さん全問正解を目指して頑張ってくださいね。Zoom の投票機能というのを使います。もしわからない人がいたら、おうちの人に声をかけてください。それでは新型コロナウイルスについて知っているようであまり知られていないことなどをクイズで紹介します。まずは Zoom の投票機能を練習してから始めたいと思います。 練習用の投票、表示されましたでしょうか。はい、出ましたかでは、練習ですので、まず皆さん、全員で丸を選んで、送信というボタンを押してみてください。はい、できていますでしょうか。お、どんどん投票されています。ありがとうございます。はい、皆さん、使い方大丈夫そうですね。 全員投票終わりましたかはいでは大丈夫そうですのでえ本番に行きたいと思いますではいよいよ本番のクイズですはいクイズ1問目ですワクチンは 直接ウィルスをやっつける。丸でしょうか?×罰でしょうかでは、丸か×を選んで送信を押してください。おっと、今、×が多いようですね。丸も何人か選んでくれています。はい、では。 投票の時間、あと4秒、3秒、2、1、0、そこまでにしたいと思います。皆さん。はい、結果は×の人が多いですね。では、正解はどうでしょうか。正解は×でした。では、ここで解説を塩野義製薬の笠松さんにお願いしたいと思います。笠松さん、お願いします。はい。 えー、塩の犠牲薬の笠松と申しししまますす、えー、本日はどうぞよろしくお願いします、えー、ワクチンは直接ウイルスをやっつけるかどうか、罰が多かって、ほとんどの人が正解してましたね。皆さん、非常に優秀です。それでは、えー、少し解説をしていきたいと思います。今、右の方に、えー、ウイルスの絵がありますけども、これが新型コロナウイルスの絵です。 皆さんはスパイクシューズって知っていますかサッカーや野球をする時の靴の裏にトゲトゲがありますね。それをスパイクと言います。新型コロナウイルスもこのようにトゲトゲのスパイクがあります。で、これはタンパク質でできているので、スパイクタンパクというふうに呼びます。非常に大切なので、えー、覚えておいてください。 それから、このウイルスの中に紐のようにくねくねっとしたのが入っていると思います。これは RNA という遺伝子になるんですが、すなわち新型コロナウイルスの設計図のようなものがここに入っているということを覚えておいてください。それでは下から図が出てくると思いますが、このスパイクタンパクが人の細胞にくっつく、今ポインターが書いているところがくっついてますね。 そうすることによって新型コロナウイルスが皆さんの細胞の中に入ってどんどん増えて悪さをして病気になるということになります。じゃあそこでワクチンの作用についてお話を進めます。今までのワクチンはウイルスの一部分を腕に注射します。するとそのウイルスの一部分が異物だと皆さんの体が認識してそれをやっつけるために えー、スパイクタンパクにくっつくことができる抗体というものを皆さんの体が作ります。そしてこの抗体は新型コロナウイルスが体に入ってきたら、ご覧のようにスパイクタンパクにどんどんくっついてしまって、新型コロナウイルスは人に感染できなくなってしまいます。すなわち、ワクチンは直接新型コロナウイルスをやっつけることはできませんが、 皆さんの体が頑張って抗体を作って、その抗体が新型コロナウイルスをやっつけるということになります。それでは今日は勉強のために、新しいワクチンについて少しだけお話をします。新しいワクチンは、ウイルスの中にある RNA という遺伝子、すなわち設計図ですね、これを注射するんですが、実はスパイクタンパクの設計図だけを 人工的に作って注射すするとということですウイルス全部の遺伝子ではなくてスパイクタンパクの遺伝子設計図だけを人工的に作ったものを注射しますそうすると皆さんの体ではウイルスではなくてスパイクタンパクだけがどんどん作られますそしてこのスパイクタンパクに反応して皆さんの体が抗体を作るということになります すなわち、今までのワクチンはウイルスの一部分を投与していたんですが、新しいワクチンというのはスパイクタンパクの遺伝子、えー、すなわち設計図を人工的に作って注射するという違いがありますが、どちらも皆さんの体が作った新型コロナウイルスの抗体が、新型コロナウイルスをやっつけるというところは同じになります。ここは非常に難しかったかもしれませんので、えー、何か質問、わからないことがあれば、 チャットの方に書いていていただければ、後で回答したいと思います。皆さん、よろしいでしょうか。はい、なるほど。ワクチンが直接ウイルスをやっつけるのではなくって、ワクチンで作られた抗体がウイルスをやっつけるということだったんですね。また、今までのワクチンと新しいワクチンの違いも分かりました。はい、ありがとうございます。では、2問目に行きましょう。 変異ウイルスには新しい感染対策が必要。丸でしょうか、×でしょうか。では、丸か×を選んで送信を押してくださいこう。皆さん、続々と投票してくれています。はい、丸が少し多いでしょうか。×も結構たくさんの方選んでくれています。 では投票する時間残り4、3、2、1はい、そこまでにしたいと思いますはい、結果はちょっと意見分かりましたね丸が少し多いかと思いますバツを選んでくれた人もいました結果はどうでしょうか正解は×でしたでは早速解説を聞いてみましょう笠松さんお願いしますはい えー、変異ウイルスには新たな感染対策が特別必要というわけではありません。実は今までの対策を正しく、正しくすることが最も有効だというふうに言われています。自分ではちゃんとやっているようでも意外と正しくできていない人が多いので注意が必要ですね。すなわち変異ウイルスであっても手洗い、真ん中のマスク、 三密にになならないようにすすするるを正しくすることが大切です例えば一番右の方からいきますと学校では先生が窓を開けて換気してくれてると思いますが皆さんの家でできているでしょうか今夏で暑いのでクーラーをつけていますね窓を開けたら暑くなるから嫌だって言って換気をやらないっていうことは皆さんないでしょうかちょっと考えてみてください それから真ん中のマスクも正しくつけているでしょうか私が見る限り特に鼻の横に隙間が空いている人をよく見かけます。鼻の横に指が入るぐらい間が空いているとウイルスがそこから出入りしてしまいます。必ず自分の鼻の形に合わせてマスクをしっかりつけることを意識してください。それから一番左の手洗い、これはみんなやっていると思います。 でですすす。が、が人人人を見ままと、ほとほんどの人で洗い残しがあります手洗いは後で詳しくお話ししますので一緒に勉強してケニアに届けるポスターをみんなで一緒に作っていきましょう。ということで今回の答えは変異ウイルスということが対象であったとしても、えー、特別なことはなく今までの対策を正しくするというのがポイントになります。皆さん、よろししいでしょうか。 はいありがとうございますなるほどですね新しい対策が必要なわけではないんですね、えー、ちょっと丸を選んだ方もねたくさんいたかと思うんですが意外な答えでしたでは続いて3問目です日本の手洗いなどの感染予防対策はよくできている丸でしょうかバツでしょうかでは丸かバツを選んで送信を押してください 皆さ今回は、なんか丸とバツが接戦です。どっちも同じくらいで。お丸がちょっと多いかなバツが。あ、でも増えたかはい <laughs>。すごい、接戦です。ほんと同じくらいですね、今。<laughs> はい。では、投票する時間は、3、2、1。そこまでにしたいと思います。 では正解を見てみたいと思います意見分かれましたが正解は丸でしたでは早速解説をお願いしましょう笠松さんお願いしますはい、えー、日本の手洗,手洗いというのは世界的に見れば非常によくできていると評価されていますこの下のデータは子どものデータではなく大人のデータにはなりますが手洗いができていると答えた人がやっぱり90%近く いらっしゃいまして非常に日本は優れていると言われていますただし個別に見ると問題点もあります下のグラフは手をきれいにしないと答えた人の割合の多い順で書いていますですから下の方のトイレの後とか調理する前というのは、えー、手をきれいにしないと答えた人が非常に少ないので皆さん手を洗いをできているということになりますが上の方はできていない ととといいいいうことになりまますすので少し見ていきたいと思います一番上、咳やくしゃみを手で押さえた後当然、手にウイルスがつく可能性がありますので、その手でいろんなところを触ると、他の人にうつしてしまいますので、えー、手洗いが必要です。マスクをしていて、咳やくしゃみをする分にはいいんですが、マスクを外した状態で、咳やくしゃみをしたときに手で,、えー、手で押さえたときは、必ず手を 洗うようよにしてくださいそれからその下の食事をするときですね、えー、食事をする前に26.8%の方が手を洗わないと言っています4人に1人洗っていないということですね例えば学校では皆さん給食を食べる前に先生手洗いしましょうということでみんな手洗いできていると思うんですが家ではできているでしょうか 特に私が気になるのが、例えば日曜日、3時のおやつを食べるときはどうでしょう ?3 時のおやつの前に手を洗ってるでしょうかおやつってお箸で食べますかスプーンで食べませんよね手で掴んで食べる方がほとんどだと思います。そしたら手の先が口についたりしますよね。そうすると、そこからウイルスが体に入ってしまいます。 なので、食事をする前、特におやつの前にしっかり手を洗うことを意識してほしいと思います。手洗いは最も大切な大切な感染予防対策なので、忘れないように実施しましょう。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。皆さん、咳やくしゃみで手を押さえた後、また食事の前、気をつけたいですね。私も忘れないようにしたいと思います。 では、えー、次は四問目に行きたいと思いますがここまで全問正解の人いますかどのくらいいるかちょっと聞いてみたいと思います全問正解の人手を挙げてくださいあ、少ないですねはい、十人くらいかもしれませんでも全問正解の人すごいですねぜひこのまま続けて頑張ってもらいたいと思いますはいありがとうございます ででは4問目です。今までにも世界中に広がった病気はある。丸でしょうか×を選んで送信を押してください。おっと今度は丸が圧倒的に多いようです。すごい勢いで丸が。今回はきっぱり分かれましたね。はい。 今回しかも投票が早いででは、えー、投票ですね投票する時間あと4、3、2、1。はい、終わりですす丸が圧倒的に多いですでは結果を見てみたいと思います。正解は、丸です。今までにもコロナウイルスのように世界中に広がった病気があるということでしょうか。笠松さんに聞いてみましょう。 えー、今までにも世界中に広がった病気はもう皆さん答えてもらった通りたくさんあるということです人類はこれまでも感染症が広がる危機と戦ってきたということですね、えー、分かりやすい例で言うと左側にインフルエンザを載せています少なくともインフルエンザで4回大きな流行がありました特に一番上のスペイン風邪っていうのはものすごい数の方が亡くなっています 今の新型コロナウイルスよりもも,のすもっともっとすごいことがこの時に起こっていたということです。でも皆さんの先祖の方々はこれを乗り越えてきたということになります。皆さんは病気になりながらも頑張って体の中で抗体を作って病気と闘って勝ち抜いてきたということになります。そして嬉しい話としては昔と違って今は薬やワクチンを作ることができます。 なので、今、一生懸命薬とワクチンが開発されていますので、えー、必ず新型コロナウイルスも乗り越えることができるので、えー、安心していただいたらと思います。右の方例えば三大感染症と言われるものに、こんなものがあります。結核、エイズ、マラリア、こういったものが世界的に流行しています。これらも薬 いやワクチンの開発で、えー、毎年、えー、病気の方、亡くなる方がどんどんと少なくなってきています。今流行している新型コロナウイルス感染症においては、皆さんが今できることをすれば良いということになります。それは手洗い、マスク、換気といった基本をしっかり頑張っておいていただいたらと思います。えー、そうこうしているうちにワクチンもできてきましたし、薬もどんどん開発されて 来ますので、えー、明るい未来に向けてもう少し頑張っていきましょうよろしいでしょうかはいありがとうございました初めて知りましたねこれまでにも人類はたくさんの病気と戦ってきたということが分かりましたそしてそれらを乗り越えてきたんだということは、えー、大きな自信になりますよねでは次が最後のクイズです難易度がどんどん上がってきましたが最後はどんな問題でしょうか 最後のクイズです。コロナウイルスは風邪の原因である。丸でしょうか、バツでしょうか。それでは丸かバツを選んで送信を押してください。お、今回初めてバツが多いです。まあでも丸が増えてきました。すごい絶戦かな。あ、丸、バツが多いですかね。バツ多いです。 最後ですよ。皆さん、よく考えて答えてください,、はい。では、クイズ回答する時間、あと4、3、2、1。そこまでにしたいと思います。では、結果は丸でした。はい、全問正解だった人、手を挙げてください。全問正解の人いますかあすごい。ジェルさん、はい。 他にもたくさはい。ありがとうございます。すごい。全問正解の人、えー。ぜひですね、サマースクールに参加していない周りの人たちにも伝えてもらえたらと思います。はい、では、最後のクイズの解説を、笠松さん、お願いします。はい、えー。それでは、コロナウイルスというのは、実は風の原因と言われています。風の原因。 のほとんど8割から90%、80%から90%がウイルスと言われています。で、一番多いのがライノウイルスなんですが、実は2番目に多いのはコロナウイルスということになります。毎年皆さん、鼻風邪とか引くことないですか夏風邪もありますよね。おそらく年間何回か風邪を引いていると思います。 すなわち皆さんの多くは過去にコロナウイルスの風邪を引いたことがあるということです何の治療もせずに自然に治っていると思います今コロナウイルスは下の表にあるように7つ見つかっていますその中の青字で書いた4つが普通の風の原因のウイルスですそれ以外がちょっと重症化するものということになります 今回の新型コロナウイルスは一番下赤で書きましたが、7番目に見つかった、実はコロナウイルスの仲間になります。仲間なんですが、これは重症になったり、後遺症が出る人も中にはいますので、皆さんもぜひかからないように、手洗い、マスク、換気といった対策をしっかりやっていくことが大切になります。よろしいでしいい。でょうか。はい ありがとうございました。最後は難易度の高いクイズでしたが、コロナウイルスは風邪の原因だったということがわかりました。では、クイズ、新型コロナウイルスの嘘、本当は以上になります。皆さん、いくつ正解でしたかまた、新型コロナウイルスについて初めて知ったことはありましたか私は笠松さんの解説を聞いて、初めて知ったことが実はたくさんありました。 笠松さんありがとうございました皆さん、コロナウイルスのニュース、毎日見たり聞いたりすると思いますが、その時に今のクイズのことを思い出してくださいね。変異ウイルスへの予防対策も基本が大事だって言ってたなとか、これまでにも世界中に広がった病気と人類は戦ってきたんだよな、みんなでコロナを乗り越えようと、コロナウイルスに負けない気持ちを持ってもらえたらと思います。 それでは、ここからは内容ががらりと変わります。どんな内容かというと、新型コロナウイルスの影響を受ける中で、共に生きる世界の子供たちについてお話ししたいと思います。新型コロナウイルスが広がり始めて、皆さんの毎日にはどのような変化がありましたかもしかしたら、身近な人が感染して、 とても苦しい思いや悲しい思いをした人もいるかもしれません。また学校がお休みになったり、楽しみにしていた行事が延期や中止になって残念な気持ちになった人もいるかもしれません。私は最初の緊急事態宣言が出たときに近所のスーパーに行ったときにですね、あのトイレットペーパーが売り切れになっていて。 あと全部ではないんですが食品の棚が空っぽになっているのを見たときにすごく不安になりましたまた今はこのようにコロナウイルスの影響が長く続いていていったいいつになったら落ち着くのかなという気持ちになってしまいます皆さんんはどんな気持ちで過ごしていますか新型コロナウイルスは世界中に広がりたくさんの子どもたちに影響を与えています これから、ワールドビジョンが支援の中で出会った子供たちの今を紹介します。皆さん、毎日のニュースで、本日の感染者数はという情報は聞く機会が多いかもしれませんが、皆さんと同世代の子供たちについては、あまり知る機会がないかもしれません。世界の子どもたちにどんな変化が起きているのかなどんな気持ちで過ごしているのかなということを一緒に見ていきたいと思います。 新型コロナウイルス感染症によって世界がこれまでにない危機にある今、ワールドビジョンは約100カ国すべての事務所が団結して子どもたちを守るための緊急支援を展開しています。 ワールドビジョンは約100カ国のすべての事務所が団結して新型コロナウイルス感染症から子どもたちを守るための緊急支援を行っています難民キャンプや慢性的な貧困に苦しむ地域では医療体制が整っておらず簡単に医療崩壊が起こります状況は悪化していますけれど医者としてすべての子どもたちと人々のために全力で戦っています 現地で医療支援に従事するスタッフは、子供たちを守りたいという思いでこの危機的状況に耐えていますアフガニスタンの国内避難民キャンプでは、感染予防のためのトレーニングを行いました子供たちは感染防止のために、手を消毒しウイルスを除去すること、ソーシャルディスタンスを保つ必要を学びました 国内避難民キャンプには公衆衛生のための施設が足りていません密集したテントで暮らし手を洗う衛生的な水が手に入りにくい環境で暮らしていますこのような現場では医療従事者にも高いリスクが伴いますが子どもたちのため使命感を持って治療に当たっていますワールドビジョンはこれからも最も弱い立場に置かれた子どもたち人々を守るために戦います はいそれではもう少し子どもたちの声に耳を傾けていきたいと思います。友達に会いたいなコロナウイルスの恐怖が早く過ぎ去ってほしいよこう話してくれたのはホンジュラスという国に住むエデュアルド君です今はコロナウイルスの影響で学校に行けていませんが友達と会いたいたくさん勉強したいという気持ちをワールドビジョンのスタッフに話してくれました。 アハマド君一家は彼が7歳の時にシリアで戦いが激しくなりお隣の国レバノンに逃れてきました避難生活を送るという辛い経験が続いていますが2020年は彼の家族にとって最も大変な年となりましたアハマド君は言いますいつの日かコロナウイルスがなくなり以前のような日常生活を送れるようになることを願っています 将来、大人になったときにより良い生活を送っていけるよう、しっかりと学び、勉強し続けます。大変だけど、僕は負けません。なぜなら、今の大変な状況は一時的なものであり、過ぎ去っていくと希望を持っているからです。こちらはコロナウイルスの影響で学校が休校となったため、家の庭に、 机と椅子を出して勉強を続けているアフリカにあるケニアという国の子供たちです。先生は毎日違うお家に行って授業をしています。コロナウイルスに負けない子供たちと先生をワールドビジョンは応援しています。お腹が空いたっていうとお父さんに殴られるの。だからお腹が空いているのを紛らわすために 勉強しようと思うんだけど全然集中できない何も食べていないせいでいつも体が痛くて目に映るものみんなぼやけて見えるのカビタちゃんはバングラディッシュというく国にらく暮らす12歳の女の子お父さんは力車という日本でいうタクシー運転手のような仕事をしていましたがロックダウン都市封鎖が発表されるとすぐに その仕事は政府から禁止されてしまいました。お父さんはお金を稼ぐことができなくなり、ストレスがたまり、子供もたちに暴力を振るってしまうようです。お腹が空いたと言えないカビタちゃんは、今日もこの狭い家で一日をじっと過ごしています。コロナウイルスの広がりで起きた変化をもう少し詳しく説明します。 コロナウイルスが広がることを止めるために、ロックダウン、都市封鎖という対策を取った国がたくさんあります。外出が禁止になったり、経済活動、つまり生活に必要なものを作ったり使ったりすることが止まってしまいます。その結果、仕事がなくなってしまい、お金を稼ぐことができなくなってしまいます。そうすると、生活が厳しくなってしまい、子供たちは 学校に通い続けることが難しくなってしまいます。ついには食べ物を買うことができなくなってしまうということになります。そして学校が再開されてももう一度学校へ通うことが難しくなってしまいます。感染を避けるために人と直接接触する仕事、例えば飲食店や観光、ホテル、航空関係や電車やバスなどの 東京ポーツの仕事また、カビタちゃんのお父さんのように会社で働くのではなく個人で仕事をしている人やその日ごとに仕事を探して,いて,探して働いていた人々は特に大きな影響を受けてしまいます。大人の仕事がなくなって生活が厳しくなると子どもたちが学校を辞めるだけでなく仕事をしなくてはならなくなることも出てきます。 物売りをするなど子供が働く問題は児童労働と言われています。さらに子供なのに結婚させられてしまう児童婚という問題もコロナウイルスが広がってから非常に深刻になっています。おうちで養う子供の数を減らしお嫁に出す代わりに家族がお金や物を受け取るという習慣のある国や地域があります。 子供自身は結婚したくないのに結婚をさせられて教育の機会が奪われ子供たちの未来が変わっていってしまいます皆さんと同じくらいの年齢で結婚させられてしまい勉強が続けられなくなってしまうというのはどんな気持ちでしょうかワールドビジョンは国連や各国政府連携団体 地域社会など草の根レベルからグローバルレベルまであらゆるパートナーと協力して支援を行います。世界で最も弱い立場にある子供たちやその家族への影響を少しでも減らすために活動してきました。感染が広がることを止める活動、また保健システムと医療関係の仕事をする人々のサポート、そして大切な子供のケア、 また子供の保護のためにあらゆるパートナーと協力しながらの活動などを行っています。ワールドビジョンはこれまでに6,619万4,595人に支援を届けてきました。ワールドビジョンから届いた資料の中に書いてある人数よりもさらに増えています。こちらが8月12日に発表された最新の数字になります。 支援はもともと厳しい生活をしていた人々を優先に届けていきます。そして、情報やサービスが行き届かない人がいないように、一人一人に寄り添います。また、コロナウイルスが広がる前から厳しい生活をしていた人々に、食べ物を十分、そういった人々が食べ物を十分に手に,手に入れることが難しかった子どもたちや人々への支援、それをもし止めてしまったら、 命を落とすす危険につながってしまいまいそのため、コロナウイルス対策をできる限り行った上で、これまでの支援をきちんと続けていくということが求められます。一人も取り残さない、そんな支援を目指しています。少しでも早くコロナウイルスの影響が落ち着くことを願って、世界中で支援を続けています。 ここまでコロナウイルスの影響を受ける中で共に生きる子どもたちの現状を紹介しまたそれに対するワールドビジョンの働きをお伝えしましたワールドビジョンから届いた資料やまたワールドビジョンのホームページにも世界の子どもたちのことや支援のことを詳しく紹介していますのでぜひ読んでみてくださいではここで一度5分の休憩をとります水分補給をしっかりしましょう また、ここまでの内容について、もし質問がある人がいたら、チャットボックスに記入してください。すべての質問にお答えできるかはわかりませんが、サマースクールの後、質問コーナーで回答します。では、休憩時間です。 それでは休憩時間を休憩時間をここまでにしたいと思います。皆さん戻ってきてますか。大丈夫ですかね。はい。では次は塩野義製薬さんから手洗いのポイントをお聞きしたいと思います。佐松さんお願いします。 はいそれでは今から手洗いのポイントについて皆さんと皆さんにお話していきたいと思いますよろしくお願いします今から動画を皆さんにお見せします実は私が手洗いをする動画なんですけども綺麗に洗えているかどうかぜひ皆さんの目で見てくださいこれ終わった後で綺麗に洗えたと思う人いやいや洗い残しがあると思う人ということで投票をしますのでよく見てくださいね それでは動画スタートお願いしますつけてまず手のひらをしっかりと洗いますで、手の甲もしっかりと洗いますから指の間もしっかりと洗っていきますそして 手首もしっかり洗います。はい、えー、ちょっと動画がカクカクしたかもしれませんが、今の手洗い綺麗に洗えたと思いでしょうか。今から投票してみたいと思います。今の手洗いちゃんとできたと思った人は丸。いやいや洗い残しがあるよという方はバを押していただきたいと思います。それでは投票お願いします。 皆さん送信してもらってますでしょうか。はいじゃあ、えー、結果を見てみたいと思います、えー。手洗いがちゃんとできたと思う人が19%、いやいや洗い残しがあると思った方が81%いらっしゃいました。 では、えー、続いて、えー、結果を見ていきたいと思います次の動画で実は汚れが残っていると白く光が残るものをで照らしてみますですから白くなっているところが洗い残し部分ということになりますのでチェックしてみたいと思います動画スタートお願いしますどうでしょうかやっぱり爪のあるところの指の先に汚れが まだまだ洗い残しがあるということはお分かりいただけるかと思いますそれから指の間それから親指こういったところに洗い残しがあるということをが見て取れると思いますはいいかがだったでしょうか正解はバツということですね皆さんあの洗い残しがあると答えた方正解ですそれでは、えー、パワーポイントで、えー、振り返ってみたいと思います 洗い残しが多かったところをピンク色で描いています。下から見ていきますと、親指のところ、汚れ残っていましたね。それから指の間、汚れがありました。それから最も大切な指の先、爪の部分が非常にたくさん汚れが残っていました。じゃあ、なんでこの指の先が大事なんでしょう実は手にいっぱいウイルスがついても皆さん、病気になることはありません。 手についたウイルスが口や鼻や目から体に入ることで病気になるということになります。じゃあ、絵を少し見てみましょう。上の左の女の子、おやつを食べています。指の先が口についていますよね。そしたら指の先からウイルスが入る可能性があります。右の男の子、お菓子の粉が手についたんでしょうか。ペロッと舐めていますね。 こういうことをしますとウイルスが体に入ってしまいます。下の左の男の子、鼻に指を突っ込んでいますね。右の女の子は目を触っています。こういったことでウイルスが手から体に入ります。そのほとんどの場所って言ったら指先ということがお分かりいただけるでしょうか。なので手洗いのポイントで一番大切なのは 指の先、爪のところを洗うということがポイントになります。それでは今から私と一緒に洗い残しのある部分を洗,洗う練習をしてみたいと思います。皆さん、手にこうやって、えー、画面の方に手を出してもらっていいですか。まず親指の洗い残しがありました。これは親指のねじり洗いできれいになります。ねじり洗いできれいになります。 それから指の間。皆さんどうですかこうやって指の間洗いますね、みんな。でもね、裏側から指の間を洗うことを皆さん忘れてますね。だから指の間残るんですね。表だけじゃなくて裏側からも指の間を洗うように注意しましょう。それから今からお話しするのが一番の大切なポイントです。指先です。指先の洗うのは 手のひらに指先を当ててください。そして指先をぐにゅぐにゅぐにゅって洗います。このあと爪をグッと押し付けてくださいで。爪を洗ってください。爪を洗うことを意識してください。反対側も大事なのでもう一回行きますね。指の先をぐるンぐニュぐグニって洗ってください。その後、爪をグッと押し当てて爪を洗ってください。このことが 皆さん、最も大切です。ほとんどが指の先から目、鼻、口を通じて体に入っていきますので、爪のあるところ、指先をしっかり洗うこと、これだけは今日覚えて帰っていただきたいと思います。それでは次のパワーポイントに進みたいと思います。実際に汚れがあると白く光るライトで家の中を照らしてみました。左のお家のトイレ。 便座の裏側にてんてんてんとついていてますこの汚れ、皆さん何だか分かりますか実はトイレでジャーッと流したあとの時に跳ねっかりがつくんですね。ということは便座の裏についているということはトイレの床や壁にも汚れがついているということです。なのでトイレの後に必ず手を洗ってください。それから右側、ドアノブ、スイッチ、リモコン。 電話マウスこういったところにも汚れがついているので、えー、しっかり手を洗う必要があります。ちなみに、新型コロナが流行したときに、横浜港に入港したダイヤモンド・プリンセス・ボール事件、皆さん知ってますか大きな船、実はこの中で700人もの感染者が出てしまいました。じゃあ、その700人のコロナウイルスはどこから見つかったのかというのを分析したところ、 一番多かったとどこだと思いますか実はトイレの床なんですねトイレの床にコロナウイルスが一番たくさん検出されました続いてテレビのリモコンや電話機こういったところからもコロナウイルスが発見されていますなのでこういったところを念入りにアルコールで消毒するということが大切ですし手をしっかり洗っていくことが大切です、はい 次のスライドお願いします嬉しい話を少しお話しします。100万人当たりの新型コロナウイルスによる死亡率を、日本と同じような先進7カ国で比較してみました。そうしますと、イタリアは10 100万人当たり、残念ながら2116人の方が亡くなっています。それに比べて日本は一番右端です。119人ということになります。日本は先進7カ国で最も死亡率が低い。 感染予防対策がしっかりできているということです。医療関係者や保健所の人が頑張っているということもありますが、やっぱり皆さん方が手洗いやマスクやうがいをしっかりやっている、こういったことが影響しているんじゃないかと言われています。ぜひ皆さん、自信を持って、えー、今の活動を続けていっていただきたいと思いままますすす次お願いいします最後ののパワーポイントです手洗いのポイインントトで手洗をまとめます。 口、鼻、目からウイルスは体に入って皆さん病気になります。できるだけ顔は触らないようにしましょう。そしてしっかり手を洗いましょう。そして皆さんのお願いです。30秒かけて石鹸でしっかり手を洗いましょう。特に指先、ここをしっかり洗いましょう。他のところ忘れてもいいですから、指先だけは皆さん絶対に忘れないように洗ってください。そして、 世界の子どもたちや家族のお友達に今日学んだことをぜひ伝えてあげてくださいそしてケニアの人に、えー、手洗いのポイントを伝えるポスターを作るときにもぜひ今日勉強したことを一緒に書いていただいたら嬉しいです私からは以上です今日はありがとうございましたはいありがとうございました、はい、皆さんいかがでしたか 正しい手洗いのポイントをつかむことができましたかではこのサマースクールで学んだ正しい手洗いを広め新型コロナウイルス感染症を一日も早く終わらせるためにみんなで一緒に世界でたった一つのポスターを作りたいと思いますポスターはワールドビジョンジャパンと塩野義製薬さんが 共に取り組む母子保険事業マザートゥーマザーシオノギプロジェクトの事業地であるケニアの子どもたちに届けられ感染症予防の活動に役立てられますではポスターを届けるケニアの事業地をワールドビジョンの徳永より紹介しますはい、皆さんこんにちは今から皆さんのポスターをお届けする場所のことを少しご紹介させていただきます 今皆さんご覧になっているスライドに「マザートゥーマザー塩野義プロジェクト」と書いてありますがポスターはこの授業ではこのケニアに住むお母さんと赤ちゃんが健康に暮らしていくことができるように病院を作ったり水が安全な水を届けたりまた健康を守るそういう行動手を洗う。 とか、えー、健康診断を受けるというそういう行動を住民の皆さんがとってくださるように啓発活動を行うそのような支援事業をバウドビジョンが塩野義製薬さんと一緒に進めていますではそのどういう場所にこの事業地があるか地図で見てみましょう次お願いします左側の地図は何の地図かわかりますかそうですねアフリカ大陸の地図です 今回はこのアフリカにあるケニア共和国という国に届けます。赤く塗ってあるところですね。ケニアも大きい国ですけれども、その中でも海沿いにあるキリフィ県という地域に、今回皆さんのポストを届ける事業地があります。事業地はどんなところか、ちょっと写真を見てみましょう。はい。住んでる家も日本とずいぶん違いますね。泥で固めたこんなお家に住んでいます。 そして右側これは何でしょうね実は道路なんです舗装されていなくってこの地域では雨がたくさん降る時期になると上の写真のように道がぬかるんでしまいます。支援活動動動はこののようう四輪駆動の車でで移動していくんですけれどももう そんな道路がぐちゃぐちゃになってしまうので車もはまってしまって大変ですいろんな困難がある中ですが支援活動を届けるために頑張って進めています次お願いします皆さんに作っていただくポスターはこのような学校また左の写真は診療所です病院ですねそして水を汲むところなどに、えー、届けて 皆さんが水を使うときに見てもらえるようにする予定です学校にも手洗いをする場所がありますのでそこで子どもたちに見てもらって今皆さんがまさにこう学びながら手洗いをねしたようにみ見てもらえるようにポスターを貼りたいと思っています次お願いしますワールドビジョンケニアのスタッフです日本のみんながケニアの子どもたちに作ってくれるポスター楽しみに待っています そして楽しみに待っているのはスタッフだけではなくてはい皆さんと同じ小学校のケニアのお友達ですメッセージが届いているので一緒に見てみましょうシーティングフォーマーミドナ・プレマリスクー・ケニア・ 今紹介したケニアの子どもたちに正しい手洗いのポイントを伝えるポスターを皆さんの写真とメッセージを合わせて作りたいと思います。作り方の流れです。一つ目 ワールドビジョンから届いた資料の中にポスター作りキットというのが入っています。そちらを用意してください。2つ目、郵送またはメールで写真とメッセージをワールドビジョンへ送ってください。3つ目、皆さんの写真とメッセージでポスターをデザインします。こちらが、えー、ポスター作りキットです。皆さん、お手元にありますか ワールドビジョンから届いた資料の中に入っていますのでこちらを出してきてください例えばこのように皆さんから写真とメッセージをワールドビジョンジャパンへ送ってもらいそれを合わせてポスターを作っていきますでは皆さんにカードを提出してもらうんですがその方法2つありますおうちの人と相談してどちらか1つを決めてください 1>, 1つ目は、今皆さんに出してもらいました、ワールドビジョンから届いた資料に入っているキットを使って郵送するという方法です。キットについている切り取り線でこう切って、それをカードにして使ってください。シールを貼ったり、ペンでイラストを描いてもらうこともできます。これはスキャンしたデータをポスターのデザインに使えますので、ぜひ色ペンで濃く描いてください。色鉛筆は薄いので、ちょっとおすすめできません。 また折り紙を折った作品や凸凹したシールは使えません。2つえー、そのカードは、えー、封筒に入れて切手を貼って出してください。2つ目の方法は写真とメッセージをメールで送るというオンライン形式です。写真は他のお友達が写っていないもので必ず横型を選んでください。またどちらの方法でも共通するお願いがあります。 皆さんの大切な個人情報を守るために名前は漢字で名字と下の名前を書かないようにお願いしますニックネームやローマ字表記がおすすめですメッセージは日本語と英語どちらでも大丈夫です日本語で書かれたメッセージにはケニアの子どもたちにもわかるようにワールドビジョンのスタッフが英訳をつけて送ります でも皆さん、英語でのメッセージにもぜひチャレンジしてみてくださいね、はいえー。ワールドビジョンから届いた資料の中にあるポスター作りキットにも説明が詳しく書いてありますので、ぜひ確認してみてください。皆さんから写真とメッセージを送ってもらう締め切りは8月31日火曜日です。メールの場合は正午 お昼の12時ままでとなります。郵送の場合も余裕を持ってポストに投函してくださいねで送っていただくメールアドレスや住所こちらもポスター作りキットに書いてありますので確認してください完成したポスターはケニアの子どもたちへ届け手洗い場などを使ってもらう予定ですそして、 皆さん、自分が写っている同じポスターを皆さんの家庭用として10月の終わりごろにお届けします。今日のサマースクールで学んだ正しい手洗いを思い出したり、周りの人に手洗いのポイントを伝えるときに役立ててほしいなと思います。そしてポスターを見たときに、ケニアの子供たちにも、日本の皆さんにも、一緒にコロナを乗り越えよう といいいう気持持ちを持ってもららえたら嬉ししでででですすははポスター作りのおお話はこれでおしまいです皆さん、色ペンなど用意してもらっていると思いますので、サマースクールのあと、このまま今の気持ちを忘れずに、すぐに書いてもらえるのが一番いいと思います。時間のある人は是非、ぜひメッセージの用意を始めてもらいたいと思います。はい。 ここまで皆さんと一緒にサマースクールで新型コロナウイルスと世界の子供たちについて考えてきましたがいかがでしたでしょうか世界の友達を大切にしお互いに助け合い行動するグローバルキッズになれましたかサマースクールが終わってからも世界の子供たちを取り巻く様々な問題に目を向け 行動してていいってくださいそしてこのサマースクールで学んだことを夏休みの自由研究として発表することもグローバルキッズとしての大切な一歩につながります。皆さんの自由研究を見てコロナウイルスのことを詳しく知ることができたり毎日の手洗いで指先をきちんとやられていなかったということに気がつく人がいるかもしれません。 お家の方に自由研究のヒントという資料をお送りしていますので相談してみてくださいでは、えー、終わりの挨拶ですまずは塩野義製薬株式会社感染症グループ長塩口雅樹さんからですこんにちは塩野義製薬の塩口です、えー、楽しんでいただきましたでしょうか、えー、本日は参加していただきまして本当にありがとうございました このイベントは一人でも多くの子どもたちに手洗いの大切さを知ってもらい正しい手洗いの習慣を身につけてもらうことで感染から守りたいという願いから始まりました今は新型コロナ感染症が拡大しておりますので大変な日々が続いていますが塩野義製薬ではコロナ感染がおさまり一日でも早く皆さんのお役に立てますようにワクチンやコロナにかかった患者さんの 病気をを治すすおお薬の研究開発をしておりますただ、この感染を予防するには、やはり手を洗うことが大切になります。ぜひ手をしっかりと洗うことで、自分の健康と、そして大切な家族や友達の健康を守ってください。最後になりましたが、保護者の皆様には、お子様と一緒にご参加いただき、またお子様のサポートをしていただきまして、誠にありがとうございました。1日も早く コロナ感染症がなくなり安全で健康な生活が送れますように心からお祈りしまして、えー、ご挨拶をさせていただきたいと思います本日はどうもありがとうございました長口さんありがとうございました皆さんこんにちはワールドビジョンの徳永です今日このサマースクールに参加してくださって本当にありがとうございますどうでしたか、はい 皆さんのお顔の表情そしてコメントを見ていてもわあ知らなかったな新型コロナウイルス感染症のことたくさん知りましたねまた世界のお友達の状況にもびっくりしたなかわいそうだなすごいな何かしたいなみんなのいろんな気持ちが届いてきましたその気持ちをどうぞ大切にしてくださいそして3つのことをお勧めさせてください1つ目、今日 たくさんのことを知りましたね。知ったことは皆さんの力です。どうぞそれを実行して、実際にやってみて、その力を発揮してください。今日具体的には正しい手洗いの仕方、また感染予防についても知りましたね。今日から、今日のおやつを食べる前から手洗い実践していきましょう。二つ目、その皆さんが今日知ったことをどうぞ伝えてください。お友達。 家族の皆さん、また今日ポスター作りのご案内もありました。人に伝えようと思うと学んだことをもっと深めることにつながります。ぜひ伝えていきましょう。そして3つ目、調べてみてできることはないかと考えてみましょう。今日みんながケニアの状況を見てびっくりしてくれました。またお父さんがお仕事をなくしてしまった女の子のお話、難民キャンプのこと、びっくりしましたよね。 日本と違う状況にあるお友達がいることを知りましたワードビジョンが送った教材でぜひ調べてみましょう何ができるかな考えてみましょうどうぞ今日のことをきっかけにさらに深めていってくれたら私たちはとても嬉しいです保護者の皆様大切なお子様を今日のこのサマースクールにご参加させていただきまして本当にありがとうございます 知って関心を持ち行動するグローバルキッズになるそのきっかけをお子様方が掴んでくださっていたら幸いですお子様方には物事を変えていく本当に豊かな力があると世界の支援活動をしながらも私たちは感じておりますぜひ引き続きお子様方の学び気づきサポートしていただければ先生ながら幸いに存じますどうぞこれからも気をつけて よい夏休みを過ごしてくださいこの後皆さんに振り返りのアンケートの協力をお願いしていますまた質問タイムもあるのでこのままミュートで今しばらく残ってくださいね私の挨拶は以上ですでは松本さんお願いしますはいありがとうございましたではですね、えー 失礼しましまた最後にワールドビジョンを作ったボブ・ピアスの言葉を紹介して終わりたいと思います。何何もももかかかははでできききなくとも誰かに何かはきっと誰にっるぜひこの言葉を思い出してケニアの子どもたちへ届けるポスター作りや世界の子どもたちのためにいろんなことにチャレンジしてもらえたらと思います。